Yuzi in UK。 はい、イジーです。ということで本日なんですけども、なんとですね、あの文科省がお金を出しているですね、まあ、給付金があるんですけども、そちらのジャストさんという団体にですね、なんと取材ができることが決まりまして、ちょっとね、僕自身その留学生を1万人増やしたいなっていう夢があるので、ちょっとそれまで、ね、第1弾としてですね、なんとお邪魔させていただくことになって、ちょっと直談判してですね、留学生をどうやって増やしていくのかを相談していきたいというふうに思います。せっかく日本にいるのでめちゃくちゃね頑張っていきたいと思いますので、ちょっと緊張するな本当に。どうしよう、怖い人だったらめちゃくちゃ怖いんですけど、ちょっとここら辺らしいのでですね、ちょっと行ってみたいと思います。どこだろう、あ、ここかな、あ、ここかな、うわ、なんか腕組みしてる人がいますね。大丈夫かな、ちょっと入ってみたい。あ、こんにちは。あ、ちょっと怖いな。お願いします。さあ、行くぞ。ギャラリーがすごい。はい、イジーです。ということで本日なんですけども、こちらね、後ろに見えている通り、まさかのジャストさんに来たということでですね、まあ実は僕東京にいるんですけども、もうすごいね、2日前ぐらいに急に決まったものなんですけど、すごいもうこんな奇跡のようなね場所を用意していただいて、なんとジャストの方と、ジャストで実際にですね給付金を受け取っている方の2人にですね、お話を聞いていきたいというふうに思っております。ちょっと簡単に自己紹介をそれぞれしていただいてもよろしいですか。はい、日本学生支援機構の照井と申します。海外留学支援制度という奨学金を扱っている部署に所属しております。こんにちは、マギル大学に通っている志保と言います。こちらのジャストから奨学金をいただいて進学しています。まあ、僕自身高校からですねイギリスに留学 していてですね、まあ、大学院はアメリカのミネルバ大学っていうところにいるんですけども、まあ、とりあえずもう学費がバカ高いんですよ。もう本当に今は円安で、もう正直ね大学続けるか分かんないみたいな状況になってるんですけども、まあ、ちょっとそんな中ですね、一応文科省のまあ管轄ということで、ちょっと国に文句を言いに来たというかね、ちょっと実際の、いろんなお話を聞きたいなと思います。あとは日本の留学界を変えたいっていうのは昔からありまして、僕自身イギリスで、まあ、高校留学した時から、まあ、留学系 YouTuber というか、まあ、留学の発信をすごいしてきてね、まあ、実際にこうやって留学の給付金だったり国からまあ、なんかいろんな支援をねしてるところとお話ができるっていうのは、まあ、これから日本の留学界を変えていくっていう点でおいてもすごい大事なものだと思うので、まあ、第1弾としてちょっと留学界をですね変えていきたいというふうに思っております。ではちょっと初めにちょっとどんなことを勉強されてるとか、給付金をもらうに至ったきっかけみたいなのって簡単に教えてもらっていいですか。はい、もちろんです。私は大学の学部自体が農学環境科学学部に所属していて、高校の時からそういったことを勉強したくて大学を探していました。でも海外進学をするにあたって、先ほどおっしゃられたようにやっぱ学費がすごく高いっていう問題があって、奨学金を取る必要があるっていうことでいろいろ探していたところ、このカナダのマギル大学っていうところでも支援していただけるのがジャストだったので、そちらで応募していただいてるっていう感じです。なるほど。どんなアプライの方法とかだったんですか。はい、まあ、書類がとにかく多いのがジャストの奨学金の、特徴でして、まあ、たくさん書類を書いて先生方に推薦状をお願いしたり、して面接をしてっていう感じでした。なるほど。書類が多いのは国がやってるからですか。国がやってるからというか、まあ多くの情報をもとに優秀な学生を選考するために、まあ、ご負担をかけしているところなんですけれども、しっかりと国の、税金使ってますので、しっかりした人を選ばなきゃいけないということがありますので、ご負担をかけしてますね。多くの書類を提出いただいております。なるほど。どれぐらいかかりました、準備は。準備自体は多分1ヶ月ぐらいはかかってるような気がします。なるほど。まずなんか文章をいくつか、なんか A4 のでなんか例えば留学したきっかけとか自分についてであったりとか、やっぱり国費の奨学金なので、どうしたらこの留学が今後日本に生かせるのかっていうことも書いたりっていうので、意外と結構考えて書類にまとめる感じでした。なるほど。じゃあ日本に帰ってこないといけないってことなんですか。そういう帰国義務はないです。あ、帰国義務ないんだ。ただし、まあ、将来まあ、日本に貢献してくださいという趣旨でやってます。どんな感じで貢献しようと思ってますか。個人的にはなんか今ちょっと将来やりたいことがまたちょっとブレてきて悩んでいるところではあるんですけれど、
あの受験の時、まあ、今も少し思っていることはやっぱり私は科学技術を持ってそれと社会をつなげることを通して人の選択肢を広げたりとか、うん、そういったことに携わりたいというふうに思っています、うん、なので何だろう、まあ、海外で日本人としてそういった活動をするっていうことに、うん、まあ、意味があるのかなというふうに思っています。なるほど。いやもう今のでどうして受かったかが分かりましたねそうですか。そうですね、まあ、僕自身留学してて別に目的はなくて、特に9月からもヨーロッパに行くんですけど、まだ家も決まってなくて、明日をどう生きるかをどうやってしようかって考えてるだけなので、いや素晴らしい方を選ばれていい選考過程だったと思います、はい、じゃあ、まあ、ジャストについてもうちょっと詳しくお聞きしたいんですけど、はい、なんかジャストの紹介みたいなのってしていただいてもいいですか。一番簡単な質問だと思ってジャストはあの先ほどもあった通り、あの文部科学省所管 の、うん、あの独立行政法人となっていまして、はい、あの学生の支援を主に行っています。あの皆さんご存知だと思うのは、あの貸与型の奨学金、日本国内の大学に通うときに借りるタイプの奨学金であったり、日本国内であのもらえるタイプの奨学金っていうのがあの一番メインなところだと思うんですけれども、それ以外にもあの日本から海外に留学する方への奨学金の支援ですとか、あの海外から日本に来るあの留学生の支援ですね、奨学金であったり、あの日本留学試験という試験も行っております。なるほど、じゃあ国内国外両方やられてるってことなんですね。なるほどなるほど、ありがとうございます。そういえばさっきあの結構いろんな言語を話されるってことをお聞きしたんですけど、はい、僕も次スペインに行こうかなと思っていて、いいですね、ちょっとスペイン語で、僕今も全然喋れないんですけど、はい、でもアルゼンチンに4ヶ月いたんで、そこはスペイン語圏なんで結構スペイン語喋ることはあって、でちょっとまあある程度知ってる部分もあるんで、ちょっとスペイン行って1年間ちょっともがいてこようかなと思うんですけど、スペイン語も喋られるんですよね。あ、そうです、高校の時にメキシコに年間留学という形で行っていたので、うん、そこでスペイン語を勉強しました。あ、なるほどなるほど。英語はもともと喋れたんですか。英語は、中学の時に父の仕事でアメリカに2年半ほど住んでた機会があったので、うん、そこでアルファベットからこう勉強していって、最終的にはまあ授業をギリギリ受けられるくらい、ただ大学受験にあたってはやっぱりトフルであったりとか、そういったあの英語資格が必要になるので、そのためにまた勉強し直したりということはしていました。あ、なるほどなるほど。英語はどうなんですか。どうですか。私ですねアメリカの大学卒業していますので、卒業できる程度の英語力はペラペラということで、そうですね研究をされたということで、はい、どういう研究をされてたんですか。私はあの大学院であのヒキガエルの研究。ヒキガエルの研究。ヒキガエル何の研究。ヒキガエルのですね、あの、まあ、ある、あの土地にあの生息しているヒキガエルの、まあ、大きさとか測って、まあ、他の場所に住んでいるものと比べて、はい、あこっちの方が大きいの、どのぐらいの距離移動しているのかっていうのを調べてました。ああ、なるほど。ということで引き返りのお話だったんですけど興味深い話なんですよ。まあでもちょっと今回はこっちにスポットライトを当てた方がいいかなと思ってなんか英語とかをやられてる時に試験とか受けられたりしました。あ、はい、トフル私は受験していて、やっぱりその点数があの受験資格とかにも必要だったので、はい、それに取っていました。なるほど。トフルはこう英検みたいなペーパーテストっていうよりかはオンラインでコンピューターでやるので、まずその形式になれるのが難しかったなっていう覚えがあります、何回か受けられたりしたんですか。あ、そうですね、私はなかなか点数が伸びなくて、なので何回か受けたんですけど、やっぱちょっと受験料が高いのが難しかったですけど、そうけど、まあ、やっぱり目標の点数に到達するのは大事だったので、勉強して毎回頑張ってました。あ、なるほど。なんか安くなった。安くなってます、ね、安くなったらしいので、ね、はい、また受けてください。はい、もともとアメリカにちょっと住まれてたってことなんですけど、はい、まあ、その時点で日常会話とかはできたと思っていて、はい、そこからトフルで実際に受けて、もともと英語ができた状態で受けて、どういうところにつまずかれたとかってありますか。はい、あ、でも私の場合はちょっと特殊で、こう高1の時にメキシコに行ったっていう話をさせていただいたんですけど、その時スペイン語でずっと生活していたので、帰ってきてじゃあ受験だからトフル受けようって思った時に、こういったスペイン語から英語に戻すっていうのにちょっと苦労していたので、もともと英語が話せたから
戻すのに少し苦労したぐらいでなんとかなったんですけど、やはり例えば日本で生活していて日本の高校通われてっていう方は、パッと英語を出せるようにするスピーキングだったりとかっていうのは難しいパートなのかもしれません。なるほどなるほど。トフルで受けられたことはあります。お、ぜひお話を聞かせてください。それがですね、忘れ今日のためにいろいろ調べてきたんですけど、ふってよかった。もう終わっちゃうとこだったんで、すごいあの古いメールもいろいろ探したんですけども、スコアだけが見つからなかった。受験日と受験場所の案内のメールは見つけたんですけど、私もそうなんです。その後のスコアだけが都合よくっていうか、全然見つからなかったんで、どうしてだろうって。メールに不備がある。全然トフリに関して何かあります？エピソードみたいな。いや、忘れました。忘れました。確かに私も学生の時に受けたんで、うん、その時はなんか高かったなと思って1回しか受けなかった。ああ、なるほどなるほど。すごいですね。でもその1回の切符で引き換えるような夢をつかんで。じゃあなんかそのTOEFLで実際何回受けられて点数が上がった要因みたいなのってあったりしますか？私の場合は、リスニングだけがすごい高くて、他がまあ似たり寄ったりだったので、一番上げやすいリーディングかなと思って、まずはリーディングに注目してやってたんですけど、なんか意外と点数が上がったのが単語を勉強することと、あとはなんか同時並行にトフルとは全然関係なくて、課外活動とかで英語の資料を読んだりとか論文を読んだりとかしているうちに、なんか気づいたら突然ガッて上がる瞬間があって、それは結構役に立ちました。なるほど。じゃあ、トフルがすごい実用的というか、実際の本当の英語力が反映されるって感じなんですね。そんな気がします。なるほど。本当に、トフルに限らずいろんな英語の試験はそうなんですけど、なんかどんな英語の試験でも、例えばIELTSとかでもなんかそれがあるから日本から出れるというか、日本から出る切符になるみたいなことがあって、なんで自分の可能性をすごい高めたい人、広めたい人っていうのはそういう試験をどんどん受けていったらいいんじゃないかなというふうに思っております。で、最後になるんですけど、ちょっと僕自身やっぱりこうやって、留学系の YouTube をやっていて、その日本の留学界をすごい変えたいと思ってるんですよね。で、そんな中で、留学生をとりあえず日本から1万人増やすっていう目標をさっき掲げました。で、それをどうなんだろう、ジャストの中の人から見てどういうことをしていけば日本の留学界が変わっていくだったりとか、留学生をどんどん増やしていける、1万人到達させるためにはどうすればいいと思いますか？人を増やすためには高校生って、大学行くときに海外行くとか決めると思うんですけども、その頃っておそらく自分だけの考えじゃなくて周りからの影響っていうのが、学校の先生だったり両親だったりの影響が大きいと思いますので、学校でもそういう指導をするとかですね、実際に行った方から高校生に、こういう選択肢もあるんだよっていうのを、広く言っていただければ1万人増えると思います。いやいや、もうこうやって国からもそうですし、いろんな団体がね支援とかもしてくださってるので、概要欄にリンクも貼ってるんですけども、ぜひね、いろいろ自分で調べて自分で行動して、トフルも受けて切符をつかんでいってほしいなというふうに思っております。じゃあ締めです。なんか言いたことあります？締め？いやいや。留学して、僕で良かったことで言えば、本当になんか生きる力が身につくというか、日本でぬるま湯に使ってたんで、海外行ってもいろんなカルチャーショックも受けたし、なんかもう死にかける思いも多分もうかなりしてるんで、なんかあんまり怖いものがなくなるっていう点においてはすごい強くなったなというふうに思っていて、正直もうどこでも寝れるし、どこでも暮らせるし、どこでも生きていけるっていうのは正直なところではあって、そういう経験させてくれたのは留学があったからこそかなっていうふうに思ってます。なんかありますか？留学して良かったことみたいな。私も結構似た感じですね。留学で得たことで一番大きいのはやっぱ経験が得られるっていうことで、やっぱり自分で行っていろいろ見て感じてっていうのは自分でやるしかないので、それによってなんかハプニングがあったとしても、あ、これも一つの経験だって思う、なんか心意気でやっていけるようになったのは留学して良かったことだなと思います。なるほど。引き換える以外であります。私も同じようなことなんですけど、やっぱ視野が広がったかなっていうのがありまして、日本に住んでいて、自分はいろんなこと知ってるなって思ってたんですけど、実際海外に行って、いろんな人と会うじゃないですか。自分の知ってた世界がこんな小さかったんだっていうのを、
まあ、改めて感じました。胃の中の、ピラミッド、胃の中の蛙っていうことです。胃の中の蛙っていうことです。胃の中の蛙っていうことです。ピラミッドの上の方にいた気がしたんですけど、思ってたよりピラミッドが大きかったっていう。そんなすごくなかったんだなっていう、生態系のピラミッドを思い知ったんですね。三角ちょっとうまくいって、本当に留学は自分の可能性をねすごい広げるので、まあ、僕もねこういう活動を通してどんどん広めていけたらなというふうに思っております。はい、ということで今回お時間いただいてありがとうございました。すごい貴重な話を、面白かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。